3日の暮れも秋のように涼しかった僕らは晩飯を済ませた後この町に帰省中の H という友達や N さんという宿の若主人ともう一度浜へ出かけていったそれは何も4人とも一緒に散歩をするために出かけたのではなかった H は S 村のおじを訪ねに N さんはまた同じ村の籠屋へニワトリを伏せるかごを注文しにそれぞれ足を運んでいたのだった浜伝いに S 村へ出る道は高い砂山の裾を回りちょうど海水浴区域とは反対の方角に向かっていた 海はもちろん砂山に隠れ波の音もかすかにしか聞こえなかったしかしまばらに生え延びた草は何か黒いほに出ながら絶えず潮風にそよいでいたこの辺に生えている草は孔房麦じゃないね N さん これは何というの僕は足元の草をむしりジンベエ一つになった N さんに渡したさあタデじゃないし何と言いますかね H さんは知っているでしょう私なぞとは違って年っ子ですから土地っ子ですから僕らも N さんの東京から来た婿と は耳にしていた。のみならず、家付きの細君は去年の夏とかに男をこしらえて家出したことも耳にしていた。魚のことも H さんは私よりはずっと詳しいんです。へえ、H さんはそんなに学者かねえ。僕はまた知っているのは剣術ばかりかと思っていた。 H は M にこう言われても弓の俺の杖を引きずったままただニヤニヤ笑っていた。M さん、あなたも何かやるでしょう。僕僕はまあ泳ぎだけですね。M さんはバットに火をつけた後、去年水泳中におこぜに刺された東京の株屋の話をした。 その株屋は誰が何と言っても、いや、おこぜのなどの刺すわけはない。確かにあれは海蛇だと強情を張っていたとかいうことだった。海芽になんて本当にいるのしかし、その問いに答えたのはたった一人海水棒を被った背の高いエイジだった。海蛇か 海日は本当にこの海にもいるさ今頃もか何めったにゃいないんだ僕らは4人とも笑い出したそこへ向こうからながらみ鳥が2人ながらみというのは2種の一種であるビクをぶら下げて歩いてきた彼らは2人とも赤ふんどしを占めた 筋骨のたくましい男だった。が、潮に濡れ光った姿は、物哀れというよりも、みすぼらしかった。N さんは、彼らとすれ違うとき、ちょっと彼らの挨拶に答え、風呂においでと声をかけたりした。ああいう商売もやりきれないな。僕は何か、 僕自身もながらみ取りになりかねない気がした。ええー、全くやりきれませんよ。何しろ沖へ泳いでいっちゃ何度も海の底へ潜るんですからね。おまけに、身をに流されたら十中八九は助からないんだよ。H は弓の俺の杖をふりふり、 いろいろ、ミオの話をした。大きいミオは、渚から一里半も沖へついてくる。そんなことも話に混じっていた。そら、エイチさん、ありゃ、いつでしたかねながらみとりの幽霊が出るって言ったのは、去年、いや、一昨年の秋だ。 本当に出たの H さんは M に答える前にもう笑い声を漏らしていた幽霊じゃなかったんです。しかし幽霊が出るって言ったのは磯臭い山の陰の乱闘場でしたしおまけにそのまたながらみとりの死骸はエビだらけになって上がったもんですから誰でも初めのうちは間に受けなかったにしろ 君悪がっていたことだけは確かなんです。そのうちに海軍の兵装上がりの男が酔いのうちから乱闘場に張り込んでいて、とうとう幽霊を見届けたんですがね、とっ捕まえてみりゃ何のことはない。ただ、その長波取鳥と夫婦約束をしていたこの町のダルマジャヤの女だったんです。 それでも一時は火が燃えるの人を呼ぶ声が聞こえるのって随分大騒ぎをしたもんですよ。じゃあ別段その人は人を脅かす気で来ていたんじゃないのええただ毎晩12時前後にながらみとりの墓の前へ来ちゃぼんやり立っていただけなんです。 N さんの話はこういう海辺にいかにもふさわしい喜劇だったが誰も笑うものはなかったのみならず皆なぜともなしに黙って足ばかり運んでいたさあこの辺から引っ返すかな僕らは M のこういった時いつの間にかもう風の落ちた 人気のないいい渚を歩いていたあるいは広い砂の上にまだ千鳥の足跡さえかすかに見えるほど明るかった。しかし海だけは見渡す限りはるかに弧を描いた波打ち際に一筋の水縄を残したまま一面に黒々と暮れかかっていた。 じゃあ、失敬さようなら H や N さんに別れた後僕らは格段急ぎもせず冷え冷えした渚を引き返した渚には打ち寄せる波の音の他に時々澄み渡った日暮らしの声も僕らの耳へ伝わってきたそれは 少なくとも山頂を離れた松林に泣いている日暮しだったおい M 僕はいつか M より56歩後に歩いていたなんだ僕らももう東京へ引き上げようかうん引き上げるのも 悪くはないな。それから M は気軽そうにティッペ・ラリーの口笛を吹き始めた。